をモチーフにしたシカヤンというキャラクターでやっております。ちょっとファッションチェックみたいになっちゃいますけど、はい、これなんか どういう、 こう売りとか、ちょっと一回 これでくるっと回ってもらっていいですか。くるっと、あ、尻尾があるんですね。尻尾あるんです。はい、これちょっと解説するとどういう生き物なんですか。そんな解説するほど、ちょっと下向いてもらっていいですか。あ、こういう感じになってる。そうです。何ですか。鹿ですか。まあ、鹿なんですけど、はい、角にはいろんなこう鋲があったり、ピアスしてたり。ああ、本当だ。はい、ちょっとだから鹿の中でもちょい悪めな。あ、悪めなんですね。悪めな感じです。あ、そういう悪めな感じで。これ知らない人にとってちょっと聞くんですけど、なぜ鹿なんですか。やっぱりあの一応今奈良のアイドルルシャナと一緒に、このイベントをさせてもらってるんですけれども、はい、まあ、奈良のルシャナと一緒にやってきたということで、鹿を。小林さんと奈良ってどういう関係があるんですか。私がなんと奈良県出身、はい、そして奈良のアイドルルシャナと同じ事務所、そりゃもう鹿でしょう。あらまあ、行ってみるよ。行ってみようぜ。最後の夜みんなで一緒にやってみましょう。聞いてください。君色の内最後みんなでパ
じゃない？みんな一緒にやってくれた。しっかり大人気だ。しっかり尻尾が大人気。細長いやつ。人差し指といい。尻尾といい。この後ですね、お子様を対象として無料の撮影会を行っております。お子様とかよかったらぜひカメラをご用意して私たちと一緒に最後写真撮って帰ってください。一緒に無料の写真撮影会ありますんで、よろしくお願いします。お願いします。そしてその後には、はい、グッズ販売とかもありますから、はい、気になった方はぜひともメンバーの方に遊びに来てください。お願いします。お願いします。ということでお相手はシカレット私たちルシャナでした。ありがとうございました。ありがとうございました。拝見させていただきました。どんなイベントなんですか？これはですね、今までの普通のアイドルがライブをやってそのまま帰っていっちゃうようなライブではなくてですね、はい、ちょっとちびっ子から大人の方まで、はい、アイドルに特に興味のない方でも楽しんでいただけるように、というライブでございます。いろいろアイドルグループさんある中で、はい、このイベントがものすごい面白いっていう話を聞いてありがとうございます。駆けつけたんですが、どんな特色があるんですか？そうですね、まあ、先ほども言いましたけれども、まあ普通のアイドルライブとは違ってですね、まあ、ちびっ子も、見てアイドルを見て楽しんでいただけるし、お父さんお母さんも、ちょっと私の軽妙なトーク、アイドルとのやり取り、そういったのを見てですね、楽しんでいただければいいと思っております。でもアイドルさんファン以外にもちびこが小川さんを扮するキャラクターにみんな寄ってくるっていうのはすごいアイドルライブでは珍しいなと思ったんですけど。そうですね、僕自身も今までの芸歴ではどっちかっていうとその同年代ぐらいの人をターゲットにしたりもしてたんですけども、やっぱりちびっ子もこれから笑かして楽しんでもらってっていうのを目標にアイドルと一緒にやっていこうと思っています。全国でもなんか呼ばれればこういうイベントやるよって感じなんですか？ぜひもうどこでも日本国内と言わず海外でももし呼んでいただけるのであればどこでも行ってそのご当地のアイドルであったりとかそういう方と一緒になんかコラボレーションできればいいなと思ってます。はい、今後なんかどういう風にしていきたいとかでございますか？やっぱりそうですね、とりあえずもっとお客さん、ちびっ子もたくさん、そして大人の方も、アイドル興味ない方もなんかちょっとおもろそうやなみたいな感じでどんどん人が集まっていくような、そんなイベントにしたいと思ってます。はい、最後なんかちびっ子、これを見ているちびっ子、はい、あとお父さんお母さんになんかメッセージがあればお願いします。はい、これを見ているちびっ子たち、これを初めて見たちびっ子は8割の確率で怖がるけど大丈夫、優しいから。そしてお父さんお母さん温かい目で見てください。ちゃんと笑わせます。楽しんでいただけるようなイベントになっております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あとちょっとルシャナの宣伝も。あ、ルシャナはですね、はい、新メンバーも加わりまして、うん、今6名とってもフレッシュで今までよりパワーアップしたルシャナになっております。なんでルシャナって言うんでしたっけ？ルシャナはですね、奈良の大仏様をルシャナ仏って言うんですけど、はいはい、そのルシャナ仏から名前をいただいてルシャナというグループになっております。じゃあもうルシャナも大谷さんも一緒に上がっていくことですね、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。それは何か掛け声があるんですか？特にこのイベントにちなんで、このイベントにちなんで、このイベント大上祭り、大家大上祭り、なんか看板ありましたね。看板あります。あ、これですね、はい、見つけました、大上祭り、はい、まあ、このイベントで大上って一言も出してないんですけれども、はい、一応大家と大上をかけております。大家っていう感じでやってきたと思っております。いやー、どうぞ、本当にいろんなちびっこちゃん集まってほしいですね。いっぱいぜひ集まっていただきたいです。ライバルは誰なんですかね？千斗くん。千斗くんですか？千斗くん行きましょう。千斗くんをどうしちゃいましょう？倒すわけにはいきませんので、はい、共にスクラムを組んで頑張っていけたらと思っています。はい、一言奈良のなんか言葉で最後締めていただいてもいいですか、ね、はい、皆さんめっちゃおもろいイベントやから絶対見に来てや。関西弁ですね、ほとんど。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。